平野紫耀新会社、飛べ、への介入で活動再開。過去の楽曲に言及せず、新たな道を模索平野紫耀がファンからの質問に答える中で、彼がキング・アンクス時代の楽曲、一番について言及しなかったことが注目されています。 この記事では、平野の仕様の新しい道に進む中で過去の楽曲をスルーした理由や彼の今後の展望について探ってみましょう。平野の仕様は、新会社、トベに加入して活動を再開しました。これにより、彼は個人としてのキャリアを追求することができるようになりました。 それに伴い、彼は自身のインスタグラムを通じてファンとの交流を深めており、質問にも積極的に回答しています。しかしながら、平野が一番について言及しなかったことは興味深いものです。この楽曲はキング・アンドプスの通算4枚目のアルバムメイドインに収録されており、世界的なダンサーリーハタ氏による振り付けが話題となり、NHK の 紅白歌合戦でも披露されました。ファンからのお肉で一番好きな部位は何という質問に大使平野は脂が少ないところが好きかな。ん、ハラミ、と回答しました。彼は回答に笑顔の顔文字を添えており、肉の部位についての好みを明かしています。しかし、彼は一番という言葉自体には触れませんでした。 これにより、ファンは平野がなぜ、一番について言及しなかったのか、彼が過去の楽曲に対してどのような感情を抱いているのかについて疑問を抱いています。この事実に関しては、平野自身が具体的なコメントを出していないため、真相はわかりません。 一つの考えとしては、平野が新たなスタートを切る中で、過去の楽曲に対して距離を置きたいと思っている可能性があります。アーティストとしての成長や変化は不可避であり、新たな方向性を模索する際には、過去の制約から解放されることが重要なのかもしれません。また、平野が一番に触れなかった理由は、 単純に質問に対する回答の中で話題がそれに関連しなかったからかもしれません。インタビューや質疑応答の場では、すべての質問に対して詳細に回答することは難しいため、平野があえてスキップした可能性も考えられます。平野市要が新会社、トベに加入し、個人としての活動を再開したことは、彼のキャリアにとって重要な転機となりました。 これにより、彼は自身の芸術的なビジョンを追求し、多様な表現活動に挑戦することができるでしょう。過去の楽曲にこだわるのではなく、新たな音楽や演技の道を模索する彼の姿勢は、多くのファンにとって魅力的であり、期待感を抱かせています。今後の平野仕様の展望については、彼自身が明確に示しているわけではありませんが、 彼の才能と個性に注目が集まっています。ファンは彼がどのようなプロジェクトや表現形式に挑戦するのか、そして新たな音楽や映画などでの活躍を期待しています。平野仕様はキング・アンドクス時代から幅広い活動を展開してきましたが、新たなスタートを切った彼の未来には、より一層の成長と成功が期待されています。 彼の才能と情熱が詰まった新たな作品やパフォーマンスによってファンは彼の魅力と才能に酔いしれることでしょう。平野市用が一番について言及しなかった理由は明確ではありませんが彼の新たな道を歩む姿勢と将来への期待感についてはファンや監修の間で話題となっています。今後の平野の活動に注目しながら 彼の成長と成功を見守りたいと思います。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。